アルファ部隊とは、ソ連 KGB 及びロシア連邦保安庁の特殊部隊。任務は、テロ対策、人質解放、輸送手段、国家施設の奪取と関連した過激派対策といった、ロシア国内のみでの活動である。もっとも、一般には、本来の任務とは逆に、ソ連のアフガニスタン侵攻の際に、ハフィーズ・ラー、アミーン大統領の官邸を襲撃した部隊として知られている。アルファ部隊は、現在、同じく旧 KGB の特殊部隊ビンペル部隊とともに、連邦保安庁の憲法体制擁護、テロ対策局特殊任務センターの下にある。隊員は全員が将校であり、その能力はロシアの特殊部隊の最高峰に位置すると言える。隊員はフルフェイスのチタン製ヘルメットを装着していることから、ヘビーフェイスのあだ名で呼ばれることもある。装備の大部分は AK-74、AS、Val、PP-91、MP-443 など他のロシア連邦特殊任務部隊と変わらないが、部分的にはグロック17、H&K MP5、M4 カービン、ARX160、L96A1 など欧米製の装備を配備している。1974年7月29日、ソ連 KGB 議長ユーリ・アンドロポフと KGB 第7局長、アレクセイ・ベスチャスヌイ将軍の発議により創設された。1985年までは、書記長と KGB 指導部の個人的従属下にあった。正式名称は、1991年8月まで、ソ連 KGB 第7局破壊工作対策課、AA グループだった。当初、隊員数は40人を超えなかった。主として特殊訓練を受け、健康状態が空挺軍勤務に適したソ連 KGB 職員から選抜された。ソ連崩壊時までに隊員数は約500人を数えた。ロシアの AA グループはロシア連邦警護総局に入り、本来の任務の外、1993年までロシア連邦大統領の警護を保障した。1995年8月、アルファ部隊はGUOの管轄下からロシア連邦保安庁に移管された。1998年、ウラジーミル・プーチンは FSB 長官在任時、アルファ部隊とビンペル部隊の再編について命令した。それに従い、重複する機構の削減のため、両部隊からは本部、並びに狙撃手、爆破手、通信兵等の補助部隊が解散された。単独で残された戦闘グループは対テロリズムセンターに集中させられた。アルファ部隊の地域部隊として1990年3月、ハバロフスクに支部が設置され、その後、エカテリンブルク、クラスノダール、アルマータ、キエフ、ミンスクが追加された。1991年のソビエト連邦崩壊により、キエフ、ミンスク、アルマータの支部は、独立したそれぞれの所在地が属する国家に帰属することとなった。1996年、対テロセンターが設立され、全地域部隊は、同センターに編入された。その後、これらの地域部隊は、FSB 支局の地域特殊作戦課に移管された。1999年、地域特殊作戦課は、地域特殊任務課に改称された。アルファ部隊の訓練ウラジミール・プーチンと握手をするアルファ部隊の隊員このほか、元副司令官のセルゲイ・ゴンチャロフが、ロシア対テロ特殊部隊退役者協会の会長を務めている。ありがとうございます。